皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。地下鉄御堂筋線の北の終点といえば、北大阪急行の千里中央駅ですが、現在、さらに北へ 2.5 キロ離れた箕岡屋の駅まで延伸工事が行われ、着々と開業への足音が近づいている段階です。箕岡屋の駅が開業すると、その恩恵を授かる場所はどこなのだろうと考えたら、なんとなく箕面新町が思い浮かんだので、朝の箕面新町へ行って、実際の通勤状況を体感し、どの程度の時間短縮を期待できるのかを調べてみましたが、そこには意外な結果が待っていました。それにしても、千里中央から北へ進むと、阪急バスの多さに圧倒されました。2023年1月某日の午前7時台、箕面新町地区センター。半径1キロ程度の範囲で、築浅でこだわりの戸建て住宅が並び、それぞれの愛車が家のそばに停まっています。千里中央駅のバスです。住宅街を巡回し、座席は8割程度埋まっている印象です。朝は、7、8分程度の間隔で、この光景が繰り返されます。以前、マスコミから、失敗ニュータウンのレッテルを貼られていたそうですが、どんどん住宅が建ち、ディスカウントストアが出店し、近所の工業団地に倉庫や工場が建ったりしています。最近、有名になってきた茨城台へ、わずか13キロ、千里中央へも、13キロです。能勢電鉄沿線の、時和台とも、往来が盛んなようです。8時になり、ようやく日が差してきました。標高は250メートル程度あるので、冬の朝は、ちょっと辛いかもです。では、実際に、ここから梅田へ向かってみます。地区センターを始発とする便ですが、すでにたくさんの乗客が座っていて、とても車内を撮影できません。幼児の泣き声も聞こえております。仕事と育児とを日々両立させ、多忙に過ごされている子育て世代の方々を、容易に想像できます。このバス停が新町地区の出入り口に相当するバス停です。麓のバス停にもう一つだけ寄った後、わずか2分程度で箕面グリーンロードトンネルの入り口付近に差し掛かります。新名神高速道路のインターチェンジも併設され、何重にも重なるループ橋が見えてきます。阪急バスもひっきりなしにすれ違います。料金所を抜けると、多くの乗客を乗せた阪急バスは、そのまま60キロまで加速し、まるで高速バスのようにトンネルへ突入します。地区センターを出発して、ここまでの所要時間は、わずか7分30秒です。一見、高速道路のようにも見えますが、この道路は自動車専用の地域高規格道路で、高速道路ではありません。このため、制限時速は60キロとなっており、座席にシートベルトがない路線バスでも乗客を乗せたまま走行できます。箕面グリーンロードトンネルの長さは 5.6 キロで、およそ6分で抜けます。ありがたいことに、このような長大トンネル内であっても、インターネットの電波が届くようになっておりまして、普通に YouTube 動画も見れました。オレンジの明かりが見えてきて、道幅が広くなると、トンネルの出口です。トンネルを出ると、広い平野が見えてくるとともに、一気にセレブ感が漂ってきます。トンネルを挟んであまりにも雰囲気が違うので、なんだか、FF7 の、ミッドガルの上層と下層とを結ぶ列車を思い出します。確か、あの列車も相当速かったんだよな。まあそんなことは置いといて、ほどなくして、白の島のバス停に停車します。箕面屋の駅から300メートル北側に位置します。地区センターを出発して、ここまでの所要時間はわずか15分です。白の島のバス停を出ると、そのまま、新御堂筋を回送しながら、千里中央駅へ直行します。途中、信号待ちなどもありますが、地区センターを出発して、わずか23分で千里中央駅に到着します。箕面新町、千里中央間の標定時速は約34キロ。
箕面新町、白の島間に限った標定時速は、なんと40キロでした。御堂筋線の標定時速が32キロ程度なので、なんと地下鉄よりも速いです。標定時速が20キロ未満の路線バスが多い中で、箕面新町線の速さは、反則レベルです。乗り換え時間は、わずか3分程度だったので、手短に撮影して、改札へ向かいます。地区センターを出発して、35分後に、江坂に到着。そして、50分で、梅田に到着。戸建てエリアから、梅田まで1時間以内で行けるのは、上出来です。箕面茅野駅が開業したら、どの程度の時間短縮を見込めるかを調べに来たのですが、そもそも箕面新町線そのものが、チート級の爆速路線だったので、甘めに見積もっても、せいぜい5分短縮ぐらいかと考えます。ただ、新御堂筋は千里中央における大阪中央環状線とのジャンクションで渋滞が頻発するため、渋滞ポイントに差し掛かる前の離れたポイントで電車に乗り換えることができ、定時性が一層確保されるのではないかと思います。箕面茅野駅が開業した後に、また試してみたいと思います。今回は以上となります。よろしければ、高評価、チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。